従属しすぎ、猫やろに。犬化してないか。そういうお話。なんもないっすね。やだ、行こうか。あ、ちょっと待って。回復薬だけ使っとこう。ちゃんとね。複製。よし、14個持てるようになったからね。これでも大丈夫だとは思うが、それでもね、いろいろとここからやっていこうと思ってるから、行くところはいっぱいあったりするし。た！これだけ行こう。ここもなんかあるやん。こっちか、フレンチジャーニー。なるほど。この下なんかあるやんな。これやろう、これやろうぜ。話。村と封印迷宮と理性の石杖ね。変異体はしないね。さすがにしない、ね、あの上やね。ただ行きましょう。よいしょー。よいしょー、これでこれで。ここにパスを並べる。いける、ようになった。よーし、行くぜ。まあ、ここはやってるやろ。なんだあれ。ああ、あとな、あそこ行くとこな。泉もやっとこか。なんだあれ、城塞の地、東の宿。お、そこもあるやん。まずこちら側行きましょうかね。うん、やば、オッケー。全回復したらこのまま下に直行する。せいやっと、上やね。なんだか危険な香り。危険な香り。嵐の封印迷宮。レッツゴー。またあんのかな、分かれ道。分かれ道は多分何度か行くか、もしくは戻って別の道行くかせんとな。あればの話ね。なかったらそれはもうありがたいけどな。不気味なんかないね。なんもね。行きましょう。それともビビってんの。帰り道にしてやろうじゃないか。でかいのが来るぞ。こっちに来る。ああ、あれだ。やらかした。ああ、やっぱあれな、これ。さっきよりはかなりマシかな。あばよ。オッケー、ナイス。なんもないか。行けるとこ2か所ある。気になる。ま、今のところなんもない。ああ、やるしかないか。浮かない顔だな。よっしゃ。うわ、いや、めっちゃ来た。怖い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 。いや、ちょっと待って。他に言うことないわけ。
ロッケー、ようやくいった。わかった。赤かったおーい。今のはどうよ。せいやよーし。いや、まだいる。これ好きでしょ。うん、好きそう。すげえ好きそう。よし。今の聞いてんで。終わった、終わったみたいだね。うん、そのようだね。いいね。気をつけないと。ああ、間違えて飲んでもだ。あるかな、どっか。ないな。いや、何かあった。薬がある、もらった。やった、いいね、タイミングバッチリだよ。確かにバッチリ。今飲んだばっかやったからね。持てません。さあ、こっち来たは来た、来たはいいが、何かあの綺麗な木材、木材かーい。合ってたっぽい。めっちゃ適当に言ってモロキやプロイサス。クソクソやばいって。あっかー、弱っ。やっぱり私強くなったよね。俺なしでもやれるって言いたいのか。まさかな。意外と早く終わった。なんやろ、俺が強くなってるのか、ただ慣れているのか、どっちなのだろうか。不思議である。どっかに、回復薬ないかな、だけどなかったし、しょうがない。よし、上から出てくる。いいね。破壊されてる。か、破壊されてる。どこが？あ、調べたいだけなんや。あっシビアすぎか。崖の封印迷宮コンプリート。あれ、嵐じゃなかった、崖だった。今回崖だったか。プイサント、封印迷宮の最深部に保存されていたイニシアル装備品の一つ。周囲に敵が非常に多いとき、チワチワ増加させろ。え、いや、それ、それはいいぞ、それはいいぞ。集団戦するときめっちゃ最高やぞ。上ですね。これね。いけるかな。無理ですね。実際何なの。危険なものだな。いや、向こう側何かある。向こう側から行けそうやね。これね。よいしょ。よし、目的地来た。何かいるな。いるな、確かにいたな。見ないふりするのか。おお。おぉ、ちょ、後ろ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 。めっちゃ焦った今、ほんま。ちょっと、これ
メだ。痛い、こっち来てた。危ない。いやー待って、あ、怖いよもう。聞いてるみたいだね。来てる。オッケー。これで決める。おお、怖い。あかん。ぶっ壊せよ。よーし。いや、いる、来てる、痛い。怖いなぁ、ほんま。命中。痛い、もう誰。痛い、もう。うわ。これ攻撃すんじゃない。すんじゃない、まったく。ここにいる。どこかにいる。よ。あ、あんなとこいた。バッチリヒットだね。わかりにくいね、ほんま。おっと。このくらいで疲れたのか。いや、疲れてはないよ。いつも疲れた。ただびっくりしただけ。こっちから入っていったら、後ろからわらわらとなんか兵が来たから、びっくりしただけよ。え、まだ痛いかーい。いや、まだ痛いかーい。こっち、魔力プラス1、こっちやったんかい。レガトゥス村。なんかレガトゥスってね、どっから聞いたことあるな。ここならひとまず安全そうだ。ずっと安全だといいけど。ん？なんだ？まだまだ先って感じ？それほどじゃない。ちょっと。何をやってるか。お、家の鍵が魔力で保存されていた。こうやろ。ちゃうかった、こうやった。ここだった。うまくいった。入った。オッケー、ナイス。古い効果、ここにあと1個。まさにお宝。鳥の羽、邪行草、いいね。あとはこちら側やね。取れなかったらそれはしょうがない。ついてたな。あ、光最高、マジ最高。ここにも何かある。ちょっとあった。何かここにもあっている。一応もらっとこう。サイル遺跡、ありがてえ。特殊な力に頼りすぎるなよ。存在自体が特殊なやつに言われても説得力ないけどね。明るい気持ちにはならないでしょ。よし。まあもしかしたらスパールに逃げた後かもしれん。そうだよね。来た、来た。ちょっといいな。よし、好きな。来た来た。理性の一つ、来た来た。よし。これは何の効果のある石杖かな。ライフプラス5。お、いいね。じゃあ行きますかね。どこを通って行ってんねんっていう話ね。向こう側ですね。行くところね。なんだ？不協和音が鳴っているぞ。さっきのはこの音だったんだね。ああ、士官の泉な。合ってるかね、紫コンの、無根、紫根の泉か。つまり。本かな。そう、どうなんやろな。まあ、そのよう、そこら辺ようわからんけど。力が、力
したぜ。新たな魔法を習得しました。武闘。いや、合ってるか。軽技に、いや、軽技、軽快に地面を蹴って加速。着地時に×。へぇー。着地時に？あ、理性のやつ忘れとった、俺。やらかした。じゃあ、こっちまで来てくからね。5までは行っとこうか。あれ？俺今どこにある？あ、ここね。うん。そうやね。東の江戸に行ってからちょっと戻ろう。やらかした。やらかした。うん。おお、なんか無理、あ、いや、なんか、反応なくなった。やらかした。あ、あったあったあった、よかったよかった。よし、やってきました、東の宿。お、なんかあるな。体中の水分が奪われて乾燥していくのを感じるよ。感じるか。そうか。俺は平気だ。平気じゃないようにしてやろうか。平気じゃないようにしてやろうか。めっちゃ好きだわ。ないな、なんもな。回復薬は作っといた方がいいな。まだ無理やな。あ、やっぱ回復薬あったんや。やらかした。何かあったか。催涙性液。あ、なんかありそうなのか思ったけど何もなかったっす。ちょっと一旦眠っていこうか。すやーすやーといきます。眠っていって、そして、一旦、なんかいた。見えた。よし！誰もいない。から見る。村あるやん！村あるやん！行かねば。俺は行かねば。足を踏み入れたその瞬間、廃墟はみるみる崩れ落ちる。マジやめて。つまらんやつ。今の聞いたうちに来る。怖いな。よし。
アイテム取っていく。これはもらってこ。ここで大事な何かを守っているんじゃないか。何？いやマジか。よいしょ。なんだ？よし、チャンスだ。これでも食らえ。よいしょ。よっしゃ。よっしゃ。で、どうも。あった。気を直したってだけだろ。あっ、危ない。おっ、怖っ。オッケー、ロケー。よし、終わった。ふぅ、ちょっと焦った。可もなく不可もないな。お前には言われたくないって。言われたかねえな。さあ、何が取れるかな。シャールか。伝承の戦乙女の名称を持つ、タンタサイラのネックレス。赤の魔力、サイラの力を向上させる効果がある。確かに守る価値はあるね。何これ？お？お？トレイノストロ辺境にある小さな集落が描かれた風景が。親子が手を取り合っている、手歩いている。このレルムは、周囲の山脈や外から吹き込む熱風の関係で空気が通年乾燥しており、まだ気温も高い。中には一定の時期になると強烈な熱波が発生する地域もあり、一種の風物詩となっている。この近海で近海は魚の宝庫でもあるため、漁師も多く、魚料理も名物であった。すごく平和そうなのに、今となってはもう。いつまで嘆くつもりだ。起きてしまったことは変えられないぞ。いや、ちゃう、中、この中。そう。これ、方針石。何それ？今初めて見た気がする。まだまだ先って感じ？それほどじゃない。確かに。もうちょっとで着きそう。あとここまでは来ているな。っていうのは感じるな。なんかあるやん。何があるかな？取れんのかい！変のかーいよ。死んだよ。敵はいないみたい。あまり気を抜くな。ああ、これ何かな、また。この力も万能じゃないんだね。万能ならアーシアはこうなってない。確かに。どこらへんかな。な、またアーチブなってんな。ずっとマップになっとけっつう話。俺たちにはやることがある。分かってる、早く行こう。行こう。来た、ついにタンタサイルの居城に開門。タンタの城壁、タンタの城の近くには侵入者を阻む城壁があります。城壁内には強力な敵が立ちはだかり、勝利するまで脱出することはできません。ライフや回復薬の数を確認してから挑みましょう。マジか。この先何があるかはわからんぞ。心して進め。